どうも、しょんべん巻き散らし商人です。それは嘘ですね。どうもハリツノコショウです。ちょっと待ってよ。あー、へこちった。モンクダオラでございます。いろいろありましたね、先月からやってないから。いろいろあるんですけど、何があったっけ。文句っていう文句はないんだけど、あれだな、やっぱ R1 か。 R1 先月あって、で審査員やったじゃん。でねえ、いろいろ言われてるやん、やらせだなんだっつって。やらせなわけがないんですけど、これだけ言いたいのが、なんでそのなんかうまいこと映像なんかうまいこといかへんもんかねっていうね。田津原理音が470点で1回戦1抜けで上がりました。で田津原理音が優勝しました。で一番1位の点数、田津原理音の1位の点数が470点だったと。でイエス・アキトの点数出る前にチラッと田津原理音470点っていうのが出ちゃったっていう。たまたま偶然に470点っていうリハで多分使ってたんだろうなっていう、それが出ちゃったっていうわけですけども、なんでそんなことなんねん。もうなんでリハーサル の, その点数が本番に出んねんっていうね。それがなきゃそんなこと何にもね、やらせてなんだって言われないじゃん。もうやらせてないんやけど、ね、自分がね、そのなんだろう、まあなあ、それはテンパってるかもしれんよ。2時間で、M1 みたいな感じでやってるからさ。で、俺思うんだよね。まあ別に批判してるわけじゃないよ。これ全然批判してるわけじゃない。今の感じに批判してるわけじゃないんだけど、昔のあの感じが良かったなと思うんですよ。俺が優勝した時のシステム。4人、4組、4組、4組で、A ブロック、B ブロック、C ブロックっていうのがあって、で、A ブロック1位のやつが上がる。B ブロック1位のやつが上がる。C ブロック1位のやつが上がる。で、最終ステージに3人のうちに1位だけ優勝するっていう、あのシステム秀逸だったよね。ほいで、審査員もさ、4組続けてどうぞで4組終わってから審査。じゃん。あんまりその、ね、一組一組審査員に聞くっていうのもなく。で、あの時はもうね、芸歴制限もなかったから、あの時のシステムが良かったと思うんですけどね。で、なんか変えたかったんでしょうね。変えたかったんで、M1 にの感じ。まあ、M1 の感じっていうか、コンテストね、キングオブコントもあんな感じだから、M1 とかキングオブコントの感じに寄せたというかね、一組終わってから、3人ぐらい審査員聞いて、で一斉にドーンっつって、バン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 っつってね。まあキングオブコント M1 のあの感じがもう大体もうね、メジャーですから、あんな感じにしようかなって、無理して2時間読んで、2時間だからね、ほいで2時間や、ほいであれじゃん、ファイナリストも7人だっけ。7人って少ないよね。だって前のやつは11人いたぜ。10人か、10人で復活ステージ2人。復活ステージ2人って多いけどな。だからまあね、そのだから4人、3人、3人ぐらいいいんですよ。で、審査員も楽だしね。3ポイント持ってて、4人のうちに3ポイント割り振りするっていうね、割り当てる。あの感じ楽なんですけどね。俺もあの感じだったらすげえいいなと思ってて、で、蓋開けたら、
あの M1 みたいな感じだったんですよね、だから3年前か、うん、まあね、芸歴生年10年以下になってますし、であの感じになってて1年目はさ、もうちょっといたよね、 10人11人いたのかな、11人ぐらいいたのかな、違う、10人か、10組いたんだ。で10組やって、で収まりきらなくてパンパンやでってなったよ、うん、でめっちゃ押して変な感じになって、でその次の日、あ、次の年、 お見送り芸人新日が優勝した時はまあまあなんかええ感じにできて、で今年ですよね、今年のやつでなんかその田津原理本っていうのが出て、であれだけじゃないんですよね、ほんでラパルフェの点数もなんか間違えてたっていうね、1点ぐらい間違えてたっていう感じで出てて、うん、だからまあスタッフがね2時間のうちこうがっつりやらないといけないからテンパってたんでしょうね。でそんな中審査やってね、あのいろいろあのまあラジオとかで言ったんですけど、まあそんなにねあの掘り下げなくてもいいかなと思いますけど、そうやっぱね、あの大変ですわ、うん、ネタ見てネタ見てる時に何点か考えて、ちょっとコメントも考えつつ見てるやん。ですぐ時間ないからすぐ点数やっつって、点数だけやってくださいっつって点数決めて、点数出した、で、コメントください、審査員どうですか、パッて振られた、ですぐコメント言わなあかん、むずいよねやっぱね。まあそれをこうやらないといけないんですけど、あれだよね、やっぱこうあの時にはもうちょっと時間との戦いでこうコメントしたけど、家帰ってきたらああこうやってコメントすればよかったなっていうのめっちゃあるんで、まあちょっとだけ言いますけど、イエス・アキトね、イエス・アキトはなんか逆の羅列でね、まあ俺と大体は似たような芸風だから高い点数つけてやりたかったんですけどね本当は。でまあ一番いいのはめちゃくちゃ受けてくれて、ギャグの羅列でめちゃくちゃ受けてくれたらもうええやんええやんおもろいやんってなるんですよ。でまあねえ、まあ、まあトップバッターってのもやっぱりあるからね、なかなかしんどかったのかもしれないけど、去年ねギャグの羅列はね評価に値しないんですよねみたいなことを言ったんですよ。でもそんな厳しい意見じゃなくてあれなんですよ、結局ギャグの羅列のネタと一人コントのネタの人が大体同じ点数だったと大体同じ受け方だったと、うん、じゃあどっちを点数高くしますかって言ったら一人コントの方が点数高くしますよっていうことそれをちょっとなんだろうな、ギャグの羅列だと本当に0点だよみたいなことになっちゃイメージがねなってたみたいやから、ちょっとねこうなかなか俺の意図伝わってなかったなっていうのをなんかそうでしたね。だから別にねギャグの羅列でもいいんですよ、ギャグの羅列でもめちゃくちゃ受けるとか、例えばカウカウのタダくんみたいなちょっとパッケージとかね、なんかギャグの羅列なんだけどちょっとだけちょっとくくってるみたいなね、そのぐらいでよかったんですよ、うん、終わってから言うなよって話ですからうん、だからでもね、一番はやっぱめちゃくちゃギャグ精一杯振り切ってギャグやってめっちゃ受けてくれたらもう高得点出しましたけどね、ほんと、うん、だからこれからも頑張ってほしいあのアキト君は。で寺田君がね、まあ結局一番点数が低いんですよそう、なぜ点数が低かったかというと、やっぱあれなんですよね、フリップネタなんですよね、結局パソコン使ってたけど、フリップネタね、家からネタ考えてくるやんか、でネタ考えたらパッて出るじゃん文字が、でフリップの文字そのまま言うてるだけなんですよ、言うたら、うん、まあ受けてたったら受けてたんですけど、でもフリップ書いてきたやつをそのまま言ってるだけってどうなのって思っちゃって、うん
なんかねえ、芸人のこうなんかなんていうか魂が入って、まあ入ってるんでしょうけど、なんかちょっとビンビン感じたかったですよね、芸人の魂というかね、うん、それを読んでちょっと体現してみるとかね、うん、そのなんかそのフリップの文字とか面白大喜利を読んでから、そっからもう一個なんかやってみるっていう感じがあれば、うん、よかったのかなと思いましたね、はい。あとラパルフェはまあ設定は僕は好きな設定なんですけど、なんか怪獣みたいな感じで阿部寛が出てくるっていう、でもちょっとまあネタがね、うん、そこまでこう厚みがなかった、まあそれはね仕方ないよ、芸歴だって5、6年だろ、うん、まだいっぱい出れんだよあいつ、うん。で薩摩川君もあれだな、去年は一人コント、だからイエス・アキトと逆みたいな感じだね、でもなんかいろいろね、ショートコントのあれだけど、ショートコントがつながってるみたいな感じなんですけど、まあ一個言いたいのが、あれだよね、一人二役みたいな感じで、落語の上下みたいな感じのネタなんだよね、なんか、あ、どうも、いやみたいな感じ、あれね、なかなかね伝わりづらいよね、やっぱ、うん、やっぱ一人コントってね、なかなか難しくて、一人しかいないから、うん。で、ちょっとね、やっぱこうスピードも速いじゃん、だからね、なかなかねこう理解するのがね、だからちょっとハテナのやつもあるもんな、うん。だからもうちょっとね、なんかねこう割り振りでやるんだったら、なんかちょっと分かりやすくしてほしかったですね、うん。なんか淡々と、うん、こうショートコントを進んでいっちゃってましたね、ちょっとね、だからちょっと、うん、受けもなかなかこうバコーンとこう爆発みたいなのもな、あればまだ良かったんですけど、ちょっと分かりにくいところもあったんで、そうなんですよね。まあでもね、俺もそのなんだろう、みんなだって10年未満じゃん、10年未満でなんかね、こう芸人の一人コントって、やっぱ一人ピン芸人ってやっぱね、なんだろうな、売れない、めっちゃ売れなくて、コンビやってダメ、漫才やってダメ、コントやってダメ、それが解散してもうた、うわやべえじゃん、これもう手詰まりやんって言った先にこの芸人根性が出てくるんですよね、性格が悪くなる芸人が性格悪くなって、なんかこうえぐるようなボケをする、そんなようなピン芸人多いんですよ、20年ぐらいになると。だからそれをね求めちゃうとなかなか厳しいよね、10年未満のやつだってまだ別にこう壁にぶち当たってないやつばっかだからな、うん。だからまあそこを求めちゃうとあれなんですけど、物足りない気持ちもあるんですけど、でもやっぱりこれピン芸人日本一 R1 グランプリピン芸人日本一って言ってるわけですから、それは大会の基準がね、僕はもう優勝経験者ですから、昔すごく強い方いらっしゃいましたから、だから そこと比べるとっていう感じですね、うん。いやもうちょっとなんか爆発してくれよとかって思う時もあります、うん。まあ壁ポスター永見くんもそうですよねあんな感じの男前のな感じでこう誰もが言わないね、一人だけしか言わない一言ネタみたいな感じのやつで、全然1ミリも動かなくてボソッと言うのも分かるんですけど、キャラもなんか独特ですけど、もっとなんか変なキャラクターつけて変な衣装とか着てねえやったらなんかもっと面白くなったなとは思うんですけどね、うん。だとR1 敗者復活の小竹正義感だ、小竹正義感なんか僕はなかなか僕はちょっと好きでしたけどね、弁護士ネタ、弁護士のやつで、それに、そのフリップのネタに
を言って、そっからちょっと自分の気持ち乗ってるから、うん、いやピン芸ってやっぱそうですよ、うん。で田津原理音ね、田津原理音はうん、なんかネタはあんな感じで面白かったんですけど、まあこの間ワイドのショー見たんですけど、松本さんにも言われてたじゃん、なんか平場弱へんやろみたいな。まあ平場ちょっと弱そうやから、うん、そこがちょっと今後の課題じゃないかな。うん、やっぱ平場弱いとなかなかねむずいよねこの世界。コットンきょん、コットンきょんも一人コント、まあ、コンビをね彷彿とさせる演技力で良かったんじゃないかなと思います。でこの二人ですよね、田津原理音とコットンきょん、うん、で優勝が田津原理音なんですけど、まあね、順当だと思いますけどね、うん、そうさっきも言ったけどやっぱ10年未満、うん、っていうコンテストになってるから、なかなかねいろいろ求めちゃうのもなかなか難しいのかなと思うんですけど、でもね、それで例えばそれで優勝かいとかって思うと嫌じゃん。うん。だからもうちょっとあれだな、もうちょっと来い、もうちょっと来いってことは思っちゃうんですよ。そう。それは厳しくいきたいですよね、こっちもね。うん。それは優勝レベルじゃないなとか、やっぱ思いますけど。うん。そう。やっぱ、しのぎを削らないといけないから。うん。ピン芸人日本一っていうね、いただきですから、うん、まあでも田津原くん、ね、この中であの日はめちゃくちゃ一番受けてましたから、はい、R1 日本一でございますよ、うん、ええやよかったな、うん、田津原理音なあ、やらせやらせって言われてかわいそうやったけども、お前正真正銘ピン芸人ナンバーワンの1位やではいね、まあ来年もね、もし機会があれば私も審査員またやらさせていただきますわ。でもオファーがないとそれはできませんので、オファーがあり次第でございますけどね、はいはい、まあそんな感じですかね。まだ最近なんか花粉が飛んでてくしゃみ出ますわもうえがせよ、もう鼻むずむずするから、この辺で終わりますわ。はい、というわけで、やらせちゃうで R1 は、やらせちゃうねん、というわけで、文句で俺でございました。ありがとうございました。は運動登録してね、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 正面登録やめて、正面登録やめて、正面登録はやめて。は